世界最高峰のサラブレッドたちが集結したここフランスはロンシャン競馬場モンブランショコラ、連覇に期待がかかります。スタートしました。18頭ほぼ揃いました。まずは先行争い、4番スタセリタ、この馬が行きました。13番モンブランショコラ先頭に入れ替わります。12番シャレータ好位をキープ、それから7番チェリーミックス外を抑えて、17番レイルリング1番人気、11番トレルこの位置、外から15番ポストポンド、そのうち1番ソレミア、3番クロスオブスターズ真ん中あたりにつけています。外を抑えて8番タペストリー、14番バノ、続きまして18番ディラントーマス、10番タリスマニック、外から16番サラフィナ、内側5番バルドガイスト、内から2番ジャパン、それから9番マリヌス、最後方6番スノーフェアリー。 1000m の通過タイムは1分3秒2、各馬第3コーナーをカーブしていきます。ここから先頭までは10馬身以上、先頭はモンブランショコラ、後ろに4番スタセリタ、12番シャレータ後位につけました。4馬身相手7番チェリーミックス、1番人気トレル、ここからどういった競馬を見せるのか。さあ偽りの直線に入ります。外から15番ポストポン、これを見るように内側1番ソレミア、外から17番レイルリング、3番クロスオブスターズ真ん中あたりにつけています。続きまして8番タペストリー、外から上がるのはディラントーマス。4コーナー間直線コースに入ります。さあ直線の攻防、後続各馬の動きはどうか。400を切って先頭モンブランショコラ、その後スタセリタ、モンブランショコラ粘っている、先頭はモンブランショコラ、残り200を切りました。スタセリタ捕らえにかかる、スタセリタ食い下がる、逃げる逃げるモンブランショコラ、モンブランショコラ先頭、モンブランショコラ逃げ切ってゴール、勝ったのはモンブランショコラ、鞍上は海老名正義騎手、凱旋門賞制覇、日本近代競馬史に残る快挙です。2着トレ、3着は混戦の模様です。